あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は航空旅行アナリストで帝京大学非常勤講師の鳥海高太郎さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。さあ、まず株と為替の動きをお伝えしておきます。現地28日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて365ドル85セント安い32,875ドル71セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 139.94 ポイント下がって10,213.29でした。一方、円相場1ドル134円40銭付近で取引されております。ニューヨーク反落でありました。中国の新型コロナ感染拡大が伝わったということで、世界的な景気後退への懸念が強まったということであります。まあ、この中国の、ね、コロナの推移どうなっていくんだっていうのは、まあ、世界中がなんというか固唾を飲んで見守るようなところがありますよ ね。そうですよね。これでも、海外の出国を、まあ、中国人に対して認めるということが出てきたり、はい、まあ、中国の入国に関しての、まあ、PCR の、まあ、撤廃のところも一部あったりというところで、まあ、中国はどうなるのかっていうのが、まあ、世界中やっぱり関心を持っていたところで、でもこの感染拡大時に撤廃をするっていうのは、はい、なかなか少ないですよね。だから本当に少ない時に撤廃するっていうのが本来のあり方なのに、今回感染拡大で、まあ、そういういろいろルールを緩和するという、まあ、方針、まあ、国のいろんなことがあるんでしょうけど、だからそれに対して、まあ、感染拡大を理由に各国が、まあ、日本もそうですけど、まあ、その締め付けというか、ちょっとその抑制というか、一気に来ないようにという形の、まあ、ブレーキをかけたのかなっていうのも、まあ、日本政府も、早かったですね、はい、その対応というのは。そうですね。明日からもう検査をまずはするんだと。で、まあ、7日間隔離と、陽性の場合はということも発表されております。まあ、この中国の中の様子、あるいはその意図というようなところは、後ほど、おはようニュースネットワークのゾーンで、毎日新聞の中国総局長、米村浩一さんにね、つないで伺っていこうと思っております。ではこの時間、7時またぎ取り上げるニュース、こちらです。11月の有効求人倍率横ばい、失業率は低下。厚生労働省がおととい発表した11月の有効求人倍率は前の月と同じ 1.35 倍でした。目立った動きは少なく、求人数、求職者数とともに前の月に比べて減った形となりました。11月の新規求人数を主要産業別で見ますと、宿泊・飲食サービス業が前の年の同じ月と比べて 21.2% 増、伸び率が最も大きくなっております。11月の数字というと、やっぱこれは全国旅行支援だとかっていうのが影響してますかね。そうですね。まあ、急激に人が回復してきたということで、はい、やっぱりこの10月11日に全国旅行支援が始まった。もちろん割引が 40% とか、そういう割引してクーポンがもらえるということで、旅行に出かけるという需要がある一方で、はい、もう一個は政府が旅行してもいいというお墨付きを与えた、県をまたいだ移動してもいいという、そういったものを国がいいですよということを、まあ、公に認めたということで、はい、まあ、これはだから出張に関してもそこでやっぱり動き出してきた、はい、で一番変わったこと、日本国内で言うと、特に東京の人はまだ感染状況を見て地方とかいろんなリゾート地、沖縄北海道に旅行行ってたけど、地方の人が東京に行くということはかなりやっぱり止まっていた中で、はい、この10月11日以降は地方の人が一気に東京に来るようになったと。それで、まあ、訪日外国人も少しずつ伸びているとはいえ、まあ、まだ 30% とかぐらいの 30-40% の戻りという状況の中で、はい、東京だけが唯一ホテル不足に陥ったと。大阪、福岡、札幌は、日本人の観光客増えるけど、まだ外国人の数もそこまでではなかったけど、東京は外国人プラス、地方の人が東京に3年ぶりに来られた方が多かったと。はあ。っていうことで、その旅行支援でホテルの値段本当に上がりました。下手と倍ぐらいとか3倍に上がったっていうのも実際問題あるけど、うんうんうん、それでも1万円前後の都内のビジネスホテルが全く取れないというのが先週ぐらいまでは続いていたという。
だからもう取れないんだったらそれはちょっと料金が上がっちゃうっていうのはことだし、本当に4000円5000円で泊まれたホテルが1万2000円とかなってはいて、で、それまあ便乗値上げだとかいろんな声はあるとしても、でもそれでも取れないと。取れないってことはじゃあ需要があるっていう。そうですね。いうことで、やっぱりだからこれ中国も3年間、ほとんど外国出られなかったから今皆さん来たい。で、地方の方も東京にやっぱり来たいっていうところで、やっぱりここで一気に押し寄せたっていうのは、なるほど。あるのかなっていうちょっと見方はありますね。だそう考えると、さっき言ったそのホテルもやっぱり清掃する、やっぱベッドメイキングの人が一番やっぱり足りない。で、空港は保安検査場の人が足りない。じゃあ人を増やせばいいじゃないかという考えだけど、この空白の期間がやっぱり2年半以上続いてしまって、それで仕事がないから給料もカットされて、もう他の業種に転職しちゃった。片やテレワークとかその IT とかコロナに関係ないというか、下手すればコロナで業績が良くなった企業もあって、そういったところに転職して待遇が良ければ、それは戻らないし、で、今そういう観光業もそうですし、飲食業もそうだけど、戻ったところで、コロナ前のまず給料水準に戻っていないところもあるし、で、今新規に雇用するんなら、やっぱりいい条件を出さなきゃいけない。いい条件を出さなきゃいけないってことは、その頑張ってくれたこの既存の社員の方たち、給料カット等で、その人たちをまだ、やっと戻せてるか、まだそのコロナ前の水準に戻せてない企業がある中で、そこにやっぱり新たに働こうっていう、これはやっぱ難しいし、やっぱり無理ですよね。そこの部分っていうのをなんかそういう新規の雇用に対する、そのサポートというものとかはあってもいいのではないかと。本当に国が真剣に、訪日外国人4000万、6000万目指すということであれば、やっぱりそこも考えていかなきゃいけないのかなと。いうところありますよね。まあ結局ね、人一人雇うっていうことに行くためには社会保障とか賃金だけじゃなくていろんなところを考えなきゃなんないし、コストの面もと。で、かつこれね、今じゃあマックス雇い入れて、でわーっとこう回してって、じゃあはったと気づいたら2月になって今度お客さん来なくなっちゃったぞみたいなことになると、やっぱそこら辺の変動を見るとなかなかおいそれと踏み出せないってところ多いかもしれないですよね。そうなんですよ。年末年始だって結局、おととしも緊急事態宣言が出て、結局県をまたぐなと、1年前だってやっぱり感染者増えて、やっぱりあんまり、大っぴらに出かけるなという雰囲気になって、やっぱ2回続いちゃったんで、今年は幸いにもお盆の時期に感染者増えたけど動いてもまあそこで急増はしなかったという、やっぱ夏のこの実績があるから今回この年末年始っていうのはまあ感染者今多い中でも、まあ国内に関してはほぼ正常に戻ってるという、まあそういったようなところがあるので、やっとできるのかなってなりますよね。なるほど。この、まあ足元の観光の状況、7時をまたいで続いてまいります。12月29日木曜日、時刻朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。おはようございます。日本放送新業一華です。今朝のコメンテーターは航空旅行アナリスト、帝京大学非常勤講師、鳥海高太郎さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。観光業界のね、中の話について、特に人を雇うというところの難しさについてお話をいただいておりました。これ観光全体で見ると、まあその裾野もものすごく広いし、でかつ雇用もある意味労働集約型のところもあるから、雇用を吸収する能力とも非常に高いと思うんですけど、一方でこのやっぱ企業としての大きさで見ると、やっぱ全国展開している企業ってそれほど多くないというところが。そうですね。飲食業もそうですし、観光業、ホテルとか、そういったまあ旅行会社も小さいっていうのはいっぱいありますし、そうするとやっぱり中小企業が中心になってるわけですよね。で、中小企業でやっぱりコロナ禍で苦しんで、まあ銀行からお金をたくさん借りて、それを返済しなければいけない。当然物価高もある。それからあと既存の社員の方もある。そういう人たちにちゃんとやっぱり給料を払わなければいけない。でも、やっぱり借金を相当今回のコロナで借り入れをしていて、で、やっぱり今年、まあ、来年ですね、来年から本格的にこのコロナ禍で借りたお金の返済が始まるという状況のある中で、やっぱり賃金を上げるということっていうのはやっぱり抵抗があると。でも、
いい条件じゃなければ他の業種に好調な企業にまあ行ってしまう。で飲食業でいうとあともう一個はですね、はい、日本に留学する外国人がやっぱり今減っているコロナ禍でなかなか入国できなかったということもあって、はい、だそういったところでまあこの留学生が結構その飲食業で、まあ、コンビニエンスストアもそうですけど、まあそういったところで働いてたそのまあ人手も足りなくなっているという、まあだからそういった状況の中で国としてどういうサポートができるのか、だから少なくとも新規で雇用した人に対して何ヶ月間か、うん、まあね、よく障害者雇用するの何ヶ月間とかっていうのが今までもありますけど、はい、まあそういうような形で、やっぱり厳しい業種に対して、うん、その、なんか入りやすい環境を作っていくっていうことっていうのをやっていかないと、うん、せっかくその日本にいっぱい人が来る、人が動いて経済を回すという、それがもう回せなくなっちゃう。うん、だホテルも稼働率が結局 100% 入れられないから、はい、人が足りないから 70% しかお客さん、その部屋は空いてるけど、もう掃除ができないから、70% までしか予約を取らないでも満室にしちゃいますよっていうこともやっぱり起こってしまうというのがありますよね。本当、ね、それは経営者からしたら苦渋の決断なんだけど、でももう、背に腹は変えられないというか。そう、会社がまず生き残るためにどうするかっていうものがあるので、でいよいよだから来年は本当に返済が始まるという、はい、いうことですので、正常化した中で、そのバランスをどう取っていくかっていうのは、これもう、中小企業の経営者の方、多分皆さん今これ聞いてる方もそうですけど、いろんな思いがあるんじゃないかなというふうにも思いますね。そうですよね。だからしかもこの2年3年コロナ対策でっていうことになると、まさにこの飲食宿泊サービス業っていうところに、まあ、ある意味狙い撃ちのような感じで、もうここ閉めときゃみたいな部分がなきにしもあらずだっただろうと、そこ全然反省しないまま、よかったね今人が来て景気いいでしょうみたいなこと言われても困っちゃいますよね。そう、ここはねまた難しいところで、ホテルなんか今じゃそれこそ値段が上がりすぎてると、もっと安くできるだろうと、はい、でも空白期間がちょっと長すぎたと、はい、本当に2020年のまあ1月末にまあ武漢のニュースが出て、まあ、2月から海外の人が来なくなって、国内の人はまあ3月から動けなくなった、うん、その時は3ヶ月ぐらいもう夏にはある程度戻る、この3ヶ月、はい、夏休み前耐えればなんとかなるだろうって言ってたのが結局2年を超えてしまったと、それはもうやっぱり耐えられないのは当然であるし、まあでも幸いにもそのお金の融資が受けられたということで、はい、まあ延命ができた企業も正直あるのかなと。だからそこがまあこれからどうなるかっていうところが来年が本当に正念場だと思いますね。それからメールやツイッターでね、様々いただいておりますが、こちらは君津市のハイヤーの運転手さんの方ですが、私は金融関係がお客様なので明日30日まできっちり仕事です、昨日がご用納め、通行料は通常の3割減今日になると7割減ぐらいになるんじゃないでしょうか。あ、まあ、都内はね、タクシーハイヤー業界まだまだ厳しいです、残業を多くやって初めて給料に反映されるんで、国の残業規制は運輸業界のドライバーにとっては賃金減少の矛盾を見ます、来年は少しでも希望の光を見たいです。愚痴ばかりになって申し訳ありません。いや、そんなことないですよ。本当、このね、働き方改革の矛盾みたいなものって、今週ね、すごいね、それがあって、もう23日に会社に出勤するのは最後で、はい、特にそのオフィスワークの方たちですね。で26日からの今週は、いわゆるテレワーク奨励ウィークみたいな感じで、はい、だから、昨日ぐらいまで仕事はするけど、もう自宅とか、あと場合によっては海外とか旅行先でやって、それで過ごすっていう方もいたり、ワーケーション的な。まあそういったところありますけど、でもやっとなんか終電マギアの電車が少しずつ混んできて始めたっていうのは、そういった意味で言うとタクシーとかハイヤー、はい、動き出して欲しいなってのありますよね。ご意見お待ちしてます。 COZY@1242.com です。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは航空旅行アナリストで帝京大学非常勤講師の鳥海高太郎さん。取り上げるニュースはこちらです。中国が海外旅行解禁を発表。
中国政府は27日、中国人の海外旅行について、来年1月8日から申請手続きを再開すると発表しました。これに先立って26日の夜には、海外から中国へ入る際の強制隔離を撤廃すると発表。中国の大手旅行サイトでは、発表後の30分以内に海外旅行についての検索数が10倍に増え、海外ホテルの検索数はここ3年で最多となりました。一方で、岸田総理大臣は30日ですから明日の、午前0時日付が変わるところからもう今日の夜ですね、緊急で水際対策を強化すると表明しております。中国からの渡航者全員に入国時の検査を実施し、陽性の場合は隔離を行うということであります。アメリカは中国でのビザ発給も停止というようなことになってますよね。そうですね、これ世界的にそうなんですけど、はい、おそらく今の中国に住んでいる方、観光客、富裕層を中心にやっぱりもう解禁したらすぐ海外に行きたいと、もうその時点で相当数が来るんだろうなというところで、やっぱり一気に来られるということに対してのやっぱり受け入れの状況であったりとか、そういったのがあるから少しずつやっぱり戻していきたいというふうに受け入れ側も思っているっていうことと、あとはもう感染が増えている状況の時に解禁をするという、そこに対するやっぱりなんでだろうっていうところが各国にあるというのと、はい、岸田総理も言っていましたけど、会見で言ってたのが、やっぱり正確な数字が把握できていないというか、正確な状況ができていないから、やっぱりそうすると日本はそのいわゆる到着のした空港で検査をして陰性だったら入国を認めますよと、アメリカの場合はもっとビザで絞るとか、そういったような流れというのは世界的に起こっているかなというのがありますよね。今のね、中国の様子がどうなっているのかというところについて、中国北京で取材を続けていらっしゃいます、毎日新聞中国総局長の米村浩一さんに伺ってまいります。今電話がつながっております。米村さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今の街の様子、雰囲気どうなってるんでしょうか。そうですね、12月7日に、厳しいゼロコロナ政策っていうのが大幅に緩和されて、転換するっていうのが発表されて、その前後で言うと実は人出っていうのはあまり変わらなくてですね、っていうのはゼロコロナ政策をやってる時はレストランが全部レストランでの飲食禁止だったので、あまり人が出てなかったんですけど、実はもうその時には感染爆発がおそらく始まっていたので、急に緩和されても人は出てこなかったんですよ。で、そこからしばらく多分12月の20日くらいまでは、もうガラッガラの状態、おそらく皆さん家で寝てるか、怖くて出ないかっていうような状況が続いていて、この2日ぐらいですね、爆発的に皆さん感染して治って、一番この気持ち的に余裕があるというか、無敵感がある時期に入って、今は街中が大変にぎわってます。本当にこの 2,3 日から、車が渋滞するようになりました。そうなんですね。で、一方でなんかネット上で、真偽は不明ですけれども、その病院に人が殺到したりだとか、いろんな映像が出てきたりなんかしてますけれども、これ今の状況、感染状況っていうのはこう何か報じられていたりとかしますか。ですね、ほぼ間違いないとは思うんですけれども、ネット上に12月21日の、中国の保健当局国家衛生健康委員会の会議録というのが出回ってまして、そこで出ていた話が、12月1日から20日、1日から20日までの間に2億5000万人、中国の2億5000万人が感染したというのが出ています。で、オープンに言われている話でも、人口1000万人の青島市で、1日50万人、それから人口5800万人の浙江省で1日100万人っていう、が感染しているというふうにオープンに言っているので、大体この2億5000万、20日までに2億5000万ですから、今はもう3億人が超えているぐらいの感染状況だと思います。これ、症状だとかっていうのはどうなんですか。結構きつい症状が出るんじゃないかみたいなことも、変異してるんじゃないかみたいなことも言われますが。そうですね、要するに
母数が大きいので、3億人もかかっていると当然その中では日本でも同じですけれども、はい、重症化される方っていうのは出ますよね。でそういう状況があるのは確かだとは思いますが、私もかかったので、私の家族と私の周辺ほぼ 90% かかってるんですけど、そうですか、まあ、そうですね、38度ぐらいの熱が1日2日出て、はい、3、4日寒気が出る、するような状況が続いて、あと人によっては味がなくなる、味覚が感じられなくなる、それから咳が長く続くとか、そういうような感じで、それほど日本でのオミクロンの症状として聞いてる話と差がある感じはしないですね。スタジオには航空旅行アナリスト鳥海高太郎さんもいらっしゃいます。あ、鳥海と申します。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。外食が解禁されたということなんですけど、やっぱり皆さん外食に行かれたいんですか、はいはい、どんな感じですか。そうですね、もう本当に、ここ数日はどこに行ってもレストランや平屋さんとかいっぱいという感じですね。それでよく日本では感染が拡大するとお酒の提供をストップするとか、まあそういったことが起こったと思いますけど、中国の場合ってね、今外食でお酒の提供っていうのはどんな感じでしょうか。はい、あ、もう特段制限はないと思います。だからもう中国の場合はこのかなり転換が極端で、ついこの間までは経済よりコロナってやってたんですよね。で、それをもう政府がバンと決めて、いや、もうこれからはコロナより経済だからっていうふうに転換してしまっているので、基本的にコロナが感染が拡大しているので、これを抑えようというような政策というのはあんまり感じられないです。じゃあそういった中で、これで海外旅行っていうのが来年1月8日からまあ解禁に事実上なるということになりますけど、やっぱりその中国人の富裕層を中心に、もう今すぐに海外旅行に行きたいという方っていうのは、雰囲気としては多いんでしょうか。気持ちとしてはやはり3年ずっと行けてないので、海外に行きたいという選手はすごく強いと思います。ただ、一つはそもそも中国の旅行に関して、観光ビザを解禁している国っていうのは、まあ、日本も含めて、ほとんどないというのと、それと3年間パスポートそのものの新規発行や更新を止めてたんですね。とにかくその海外との流れを止めるために、はい、なのでその富裕層だと言っても、今手元にパスポートを持ってない人が非常に多いと思います。そうすると今回この間の発表っていうのは、そのパスポートの申請受付も止めてたけども、1月8日からは段階的に受けるようにするよという話なので、はい、おそらく海外に行ける、もちろん中国は母数が大きいので、それでも行ける数は増えるとは思いますけれど、うん、どーんとみんなが海外に行けるような形にすぐなるかっていうと、まあ、中国側も段階的に出していくということを考えているのではないかと思います。そうすると、じゃあ1月末の旧正月には間に合わないという感じですかね。そうだと思いますね。で、まあ、特に日本でいうと、日本側の政策としては、多分そこでいきなり観光ビザを大きく出すということもないと思いますので、まずはやはり投資を増やしていくようなビジネス客が増えていく、それから留学生が増えていくというようなことはあると思いますけれど、観光がいきなり爆発的に増えるという感じではないのではないかと思います。でも、まあ、何度も繰り返しますけど、中国は母数が大きいので、はい、それでも、うん、言い方としては、ね、多少大きく見えるとは思いますけれども、なるほど、何億人がいきなり外に出ていくという感じではないんじゃないかな。この急激な政策転換というのは、いわゆるその11月末にあった抗議活動とか、そういうところって影響してたんですか。そうですね、率直に言うと、直接な影響はそれほどなかったのではないかと思います。というのは、やはり実感としても、12月7日に、はい、解禁して、私が感染が発熱したのは10日なんですけれど、私の周りもそのぐらいなんですね。要するに感染爆発はおそらく11月半ばぐらいから始まっていて、でというのは北京の隣の河北省というところでは、はい、発熱という検索キーワードが11月半ばからもう急増してるんですよ。だから一番の解禁の一番の理由はもう感染爆発が
コントロールできなくなったというのを共産党の中央は知っていた。そして、これを止めるためには、はい、経済を窒息させるようなゼロコロナをもう一回全土を封鎖するしかない、選ぶしかないというところに中国政府は追い込まれていたのではないかと思います。それが一番大きいんですけれ なるほど、ただ ました、はい、やはり若い人としては運動したら世の中が変わったので、若い人たちに、どうもすいません、ありがとうございました。対策部分はあると思います。今朝のコメンテーターは航空旅行アナリスト鳥海高太郎さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。今週来週はこのゾーンで特別企画、コメンテーターの方々が選ぶ2022年23年のキーワードを発表していただいております。では今日のコメンテーター鳥海高太郎さんが選んだキーワード、こちらです。結ぶという漢字を書きまして、結ぶ、はい、結というふうにちょっと読ませていただきたいなというふうに思います。結というこのね、糸編に吉と書いて結でありますが、富永さんその心は。そうですね、まあ、2022年本当であればコロナが終結であったり、ウクライナのこの問題も終結するのかなというふうに思ったんですが、終結をしなかった。そうでした。そしてかつ円安とか原油高も終結しなかった。2023年こそはまずはもうロシアウクライナの戦争の終結、はい、それから新型コロナウイルスの終結、そして円安原油高の終結という、まあ、この期待を込めて、この結という、まあ、漢字を使わせていただいたかなというところはありますね。確かにこの影響をね、本当にもろにこの航空旅行の業界っていうのは受けましたもんね。そうですね、当たり前のように海外旅行で行ってたのが、はい、結局ロシアの上空を飛べなくなって、ヨーロッパに行くのも 2,3 時間今時間がかかって、結果的にそういう原油もたくさん、まあ、ガソリンのジェット燃料も使わなければいけないっていうこともそうだし、でね、今度それによって電気も今上がってしまって、そうですよね、ガソリンだけじゃなくて電気も上がってしまってというところもある中で、どれだけ平常に戻せるか、はい、まあ、本当終結っていうところの部分と、ちょっとだけは今日ね、飯田さんと、はい、まあ、いつもね、そういう鉄道航空の話をよくしている我々なんですけど、はい、やっぱりね、変わる、結ぶというところで言うと、うんうん、東急の新横浜線というのが、来年の3月18日に、はい、東急東横線の日吉から新横浜を結ばれるんですが、あんまりニュースになっていないのがどうかなと僕は思っているんですが、確かにそうですよね。で、渋谷駅から新横浜までが25分と、はい、そっか、25分ですね。目黒から23分と。ああ。そうすると、新幹線に乗るときに、東京のまあ渋谷、まあ池袋、新宿、いわゆる東京の西側の人たちが、今までは品川を使っていた、うんうん。それが今度新横浜を使うというケースが、非常に増えてくることになるし、そういった意味で、この新しいラインのこれ結ばれるっていうことで、はい、特にこれ新幹線を利用する人の流れが、大きく変わるんじゃないかなと。そうですよね。今までだったら東横線で行って菊名で乗り換えて新横浜かっていう、やっぱりワンクッション置くと、だったら品川まで一本で行っちゃった方がいいよねってなってたのが、これ東横線あるいは目黒線一本で繋がっちゃうわけですもんね。そうなんですよ。それで普通に新横浜まで行けてしまうということで、うん、今度ね、東海道新幹線、JR 東海も朝6時のまあ光が一本あるんですけど、その後6時3分にのぞみの臨時列車を出すと、はい、名古屋に7時18分、新大阪に8時6分という、今の品川発よりも10分、東京駅の始発よりも16分早く、着くことができるということで、でそれもね、渋谷を5時23分って、もうね、東急はね、しっかり乗り継ぎの列車までちゃんとで、ね、発表していて、もう用意してるんですね。5時23分に渋谷駅を出ると、新横浜に5時48分に着くので、もう6時の乗れるということなので、そうすると今まで宿泊しなきゃいけなかった人たちが日帰りでより行けるようになるし、はい、最終の望みで23時20分ぐらいに、まあ、新横浜着いてもそこから帰れるエリアっていうのが増えてくるので、これはね、結構渋谷方面の行く人って、観光客もそうですけど、やっぱり新横浜変わりますね、おそらく。そうですよね、うん、でその新横浜線は新横浜が終点ではなくって、そこから羽沢横浜国大に行って相鉄線に入って、そうです、相鉄にも乗り入れをすると、ね、あの相鉄は JR にもね、すでに武蔵小杉経由で、そうですよね、入ってますけど、はい、
いや、ここの面白いところが、あの、例のね、武蔵小杉を通って、で、湘南新宿ラインに行くっていう路線と、この東横線がそのまんま渋谷から先ね、新宿池袋に行く路線って、もうバチバチのライバルなのに、両方を受け入れるんだっていうのがね、そうなんですよ。非常に面白いですよね。そうなんですよね。いや、いつもね、辛坊さんの番組と増山さんにここで止められるっていうパターンがあるんですけど、いつ新庄さんに僕止められるのかなっていうね、思ってはいるんですけど、もう手綱緩めっぱなしで、で今日ぐらいはと。ありがとうございます。まあそんなこともあって、ね、とにかく来年やっぱり日常に戻したいっていうところっていうのがやっぱり一番のキーワードになってくるのかなと、うん、もうだから欧米はすでにもうマスクも外している、はい、もう完全に全ての日常生活は戻っている、うん、日本は結局夏に岸田総理がマスクを外しても外はいいですよって言ったけど、結局今まだほとんど外せていないという状況があると、うん、だからこれを含めてコロナの終結、まあ完全な終結はできないと思いますけど、まあ日常生活に戻せるのか、早くそして戦争が終結していただきたいなという、まあ、平和も込めて、これ以上やはり紛争がないような世の中に戻ってほしいなという、まあ、2023年になってほしいというふうに思いますね。キーワード、結、結ぶという字、鳥海さん選んでいただきました。確かにいろんなところが結ぶ、新しい路線とかもね、コロナで全然なかったわけですからね。なんか久しぶりにワクワクしたいですね。そうですね。まあ、飛行機に乗っていろいろまた出かけたいですしね。ねえ、はい。今日のキーワード、結でありました。お送りしております、OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、航空旅行アナリスト、鳥海高太郎さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイッターのタイムラインを見てますと、先ほどの鉄道話で、うん、まあ、スタジオの中オタクしかいねえしなって、誰も見えないよなっていうようなね。新庄アナウンサーは新庄アナウンサーでね、特撮の方が好きだと。そうですね。もう仮面ライダー、スーパー戦隊、ゴジラ、ガメラと、ウルトラマンと。止まらない。止まらないですね。なんか本当にリスナーの方から、なんか僕が出るとき、飯田さんが明るい声になって、声のトーンが違うっていうのが、なんかその辛坊さんの時もそうですし、ありますけど、どうなんですか？この一週間で一番いい顔してますもん。そう、うん、そんなにね、意識してるわけじゃないんだけどね。昨日とかひどかったじゃないですか、ね。あったそれは昨日のコメンテーターの方がいろいろご弊が、昨日放送前の飯田さんのぐったりの具合がすごかったですから。いや、そうなの、一昨日ちょっと飲みすぎてて、いや、そういう話やめなさいよ、バランスを。さあ、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。鳥海高太郎さんと考えるコロナ後のエアライン。2020年新型コロナ流行からおよそ3年が経ちました。日本でも国際線の需要激減、世界中の航空業界が大激変となっておりました。さらにロシアによるウクライナ侵略で欠航、ルート変更など、国内外の航空会社、エアラインどうなっていくのか、航空会社の戦略展望について航空旅行アナリスト鳥海高太郎さんと考えてまいります。鳥海さんは、このコロナ後のエアラインというタイトルのご著書、2021年、去年の4月に、宝島社から出版されていらっしゃいますが、それから1年半余りが経ってと。いや、なんか、こう、象徴的なニュースで、この間、ボーイングの747、ジャンボジェットの、こう、一番最後のものが出てきた。ですね。はい。だ、もう、ジャンボも時代から取り残されていくのかと。もうね、4発機っていうエンジン4つあって、はい、それがまあ大阪の伊丹空港に降りられなくなったことで、やっぱり日本の航空会社はちょっと早めに全機退役ということで。そうでしたよね。そうもあってね。40、50年飛び続けた、やっぱりそういうもうベストセラーの飛行機ですよね。名機中の名機。やっぱあのシルエットに憧れた人っていうのはたくさんいただろうなというね。そうなんですよね。まあそういった中で今はその燃費がいい飛行機とかっていうので、はい、まあ、ボーイングの787、エアバスの A350 といった飛行機が、まあ、中心になってきていて。サイズもちっちゃくなってますよね、そうですね。やっぱりサイズも今のボーイング777-777よりも、まあ、ちょっと小さいかなということで、はい、やっぱり多品の運航をしていきたいということ。やっぱり、発着枠が世界的にも、やっぱり少し空いてきた。日本がまあ、ジャンボを昔からずっと入れてた、その、500人以上乗る飛行機を国内線にバンバン投入してたっていうのは、やっぱり羽田空港の発着枠がなくて、
で、世界的にも、はい、なかなかその国内線で500人クラスの飛行機を飛ばすっていうのは、うん、本当日本と中国ぐらいっていうふうに、やっぱり言われていたということなので、はい、で、この間ちょっとボーイング787の、納入を前、いろいろ決めた ANA の方にちょっとお話を、インタビューしたことがあって、言われたのが、ああいう中型機から大きいのは、はい、1回飛んだら5時間とか10時間とか、長距離飛行を飛ぶために、一応、まあ、エンジンの出力とかいろんなことを考えて設計してるけど、はい、日本マーケットは1時間とか1時間半でもそういう中型機、大型機を投入していくので、はい、ちょっとそのエンジンのその、まあ、圧っていうのは、まあ、それを少し抑えてっていうか、長距離を飛ばない仕様に少し改良したりっていう、そういう苦労がある中で、やっぱりその世界の国のどの国の人たちよりも日本はジャンボに愛されたという。そういったようなとこは、それは国内線でも日頃乗っていたということが大きい。うん、海外の人は長距離で国際線行かないとジャンボに乗る機会がなかったという。なるほど。そういう変化はね、あるのかなというのはありますよね。日本用にショートレンジなんてのをわざわざ作ったりなんかしてましたもんね。そうですね。SR とか。SR とかね。ちょっとここやってくるとまたマニアックになってしまうんですけど。すいません、ごめんなさいね。ただね、本当にこれで僕本書いたのがちょうど2年前に書き始めた感じなんですけど、はい、そういった中で一番変わったのがその外部出結構って言って客室乗務員、はい、グランドスタッフっていうのは結局飛ばなければ仕事がないわけなんですよね、そうテレワークっていうものは当然存在をしないしないですもんね、そういうの業種になってくるので、でそれが外部出向いっぱいしてたのがもう大体終わって戻ってきてまた復帰をしてきたというのがすごい明るい話題であって、国内線はもうほぼ 100%、うん、国際線はまだ 50% 弱の戻り率ですけど、もうそういう乗務もかなり戻ってきたということで、給料も少しずつ戻ってきた。で、ボーナスもやっと支払われるようになったということで、まあそこは出したのかなというところで、まあ今回年末年始で言うと、はい、国内線がだいたい8割から9割のコロナ前の2019年の年末年始と比べての戻り具合。おー、コロナ前と比べて8割以上。まあ9割いくんじゃないかなっていう、ちょっと駆け込みも非常に多いので、そういったところで言うと9割ぐらいまで僕は行くのかなというところで、まあ今日 ANA なんかは1日14万人強ということで、あ、今日2020年の、4月以降で一番今日が国内線に乗る人が多い日になると。あ、今日がまさにそうなんですね。そうです。確かに帰省ラッシュのまさに今日ピークだというニュースありましたね。そうですね。飛行機も全く取れないですし、新幹線も朝から、まあ混んでるという、まあ全然指定席取れないという状況がありますし、で国際線もまあ、5倍近くは増えてるんですが、やっぱり去年はまだ PCR を現地で受けないと帰国できなかったのが、今年はそれがなくなったというところの部分と、まあ、インバウンドの再開もありますし、あとはね、もう ANA JAL は今回コロナ禍で学んだことが2つ。1つは貨物。貨物がしっかり利益を取れるようになったので、それによって貨物である程度収入が取れるようになったので、まあ、国際線が人数が少なくてもそこで利益を出せるような構築が、まあ、できたということ。そういうことに国際線において国際線においてですね。でもう一個国際線において言うと、はい、そのインバウンドが日本が入国制限がやっぱり10月まであった。でも飛行機は7月8月は混んでいた。なんでかっていうと日本に入国をしないで、はい、アメリカをはじめ北米とアジアを結ぶ羽田成田で乗り継ぎだけをするというお客様が一時期、3割4割、僕が乗ったロサンゼルスからの便は9割の人が日本に入国をしないっていうことがあったということも含めて、そういったような需要を取り組んでいくっていう、だこれはコロナが明けたコロナ後においても続くことであるし、やっぱりリスクの分散をどれだけ減らすかという、うん、やっぱりそういったところに尽きるという中で、まあ様々なやっぱり展開がまあ起こってきたかなというところがあります。それこそね、かつてその成田ってものはアジア全体のハブとなるんだというようなね構想があったりとか、でそこでインチョン、あの韓国のインチョンだとかと、はい、こうお客さんを取り合うみたいな話がありましたけど、なんか期せずしてそういうところに行ってたんですね。そうですね。まあ日本は結局それがやっぱり弱かったのを非常に強化して安い運賃を出してということも含めてやってきたというところで、まあ何かあってもそういうリスク分散ができるっていうところがまああるのかなと。ただ反面今ね、保安検察用の行列というのがいろんな空港でまあ今ニュースになってますけど、そうやってまあ飛行機会社は今回
世界の会社は皆さん雇用をもう本当に解雇するということをしてきた。日本は解雇しないで給料はカットするけど、まあそういう外部出向とか様々なことで、一応その、自分から退職しない限りは残れるという。はい、で、これが結果的に今、ANA、JAL も含めて、便数がちゃんと確保できているというところで、この選択、やっぱりその、利益がしっかり出てる会社に出向させて、その分の間の賃金はそこから払ってもらう。でも、社員としては身分を保証して戻れて、それで保険とかもそのまま使えるという、やっぱりそこを守ってくれたということが、航空に関してだけ言うと、その今、正常な便数に戻せてる。これがやっぱり解雇してたら、飛行機の便数もこの、今回の規制ラッシュの 100% 国内線飛ばすっていうのも、おそらくできなかっただろうという。飛ばすには保安要員としての、こう、客室の方々とか、必要になりますもんね、必ず。そうですね。この、アルバイトと違って、はい、すぐ、雇ってすぐに飛ばせないので、ちゃんと研修を受けてという、そういうサービスの質も落とさないでっていうところの中で、この、僕はこの外部出向っていうのは、ウルトラシーの、技だったなっていう。まあ、ある意味日本の、こう、経済界全体として支えたみたいな感じがあるんですね。そうです。これだと別に税金を使うわけでもないし、と利益が出ている企業でそこで働いてもらって一時的にお金をもらうということで、人が足りないところでそこで補ってくれた。で、航空は、もう飯田さん一番詳しいと思いますけど、しっかり教育されてますよね。だから、どの企業に行っても、ちょっとその仕事を教えたら即戦力になる。僕もその、コールセンターの取材をさせていただいたんですけど、でももう一日研修すれば、もう本当にすぐに即戦力としてもうずっといてほしいなという方もいたりっていうところもありましたし、で、航空ってやっぱりね、日本って新卒が多いんですよ。やっぱりね、航空会社って新卒率っていうか、そこの会社に長く勤めて、その会社しか知らなかった人が違う会社に行って、もう転職したかのような気分だったって方もよくいましたけど、だからこれがやっぱりね、飛行機戻ってきて、その出航も終わって、またその制服を来てお仕事をできる環境に戻ったということが、まあいい兆しだし、まあ本当来年国際線が、はい、まあ本当に 100% に戻ることをちょっと待ちたいなと思いますね。コロナ後のエアラインについてお話をいただきました。このコーナーも含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページご覧ください。